はい、イゾログです。今回はですね、前の動画ですね、の続きからになりますね。まあ、さすがに、ちょっと1日分が追いつきませんでしたね。なので、まあ、これは1日の後半になります。で、架橋ポリを取り付けて、まあ、それなりに、形にするところからやってますね。なんだ、その形にするって。まあ、大体まあ動画においては床塞ぐとこからやってますね。で、この床を塞ぐところに関してなんですけど、まあまだ先かな。で、床は、多分もう一回開けると思うんですよ、個人的に。だから、開けれるようにしておくこと、これが、重要だったんですね。なんでかっていうと、絶対にここ凍るんですよ。まだこの時点ですね、この動画撮った時点だと、バリバリ水入ってきてたんですよ。で、どっから水が入ってきてたかっていうと、まあ、絶対に入ってこなくすることは不可能です。基礎の亀裂からは絶対入ってくるんで、でもそれはもう多少染み出る程度だから、絶対、気になるなんてことはないんですよ。あんなジャバジャバ。まあ、だいたい20センチぐらいは入ってくるんですよね。で、どっから入ってくるかって言ったら、一番水辺が近い、納屋のとこですね。で、納屋が溢れ返るんですよ。で、あとは、どっからジャバジャバ来るかって言ったら、おそらく台所ですね。台所ら辺は、何が、ダメかといえば、増改築をしてるんですよ。で、増築をした上で、基礎からちょっと建物がはみ出してるんですよね。で、その基礎からはみ出してる部分が遠いかつ、その台所の真下に通風口があるんですよ。で、通風口の金網がもう錆びて朽ちちゃってるんですよね。だからそれがすごい地面とスレスレのところにあると。で、プラス、屋根を伝って落ちてきた屋根のね、雨水が雨どいないんで、それが落ちてきて、そっちに流れ込んで、そこから水がドバドバ入ってくるというような感じになります。まあ、ただね、今年のお盆、12月から特に12月はね、8月12日から16までのこの期間の降り方、あれ異常っすね。まあ、あそこまで降れば、それはびちゃびちゃになるよっていう話です。で、ちなみに、ここ、僕が住んでるところは5条目です。で、ちなみに5条目も結構被害出てます。で、五条目町でもっちょい低いところに行った内川町だったかな。そこまで行くと、もう川に流木がもうバンバン流れちゃって、で、しかも鉄橋なんですよね。で、そこに鉄橋のなんか流木詰まって流れが悪くなって、もう橋がちょっと橋桁ごと流されそうになるみたいなことにはなったらしいですね。町内の開放で回ってきました。まあ、そこまでの雨だって、雨でやっぱり逆流して溢れましたね。納屋がもう水びちゃびちゃでした。納屋もだいたい10センチぐらいかな、水溜まってましたね。なんでお盆中はずっとポンプで家の裏の側溝の水かき出してましたね。まあ、あとはですね、この動画に戻りますけど、まあ、やっぱりここ塞がないと危ないんですよ。まあ、こんな中でも実はここで風呂とかシャワー入ってたり浴びてたりしてたんですね。で、風呂上がりに釘踏んだりとか、ね、風呂上がりにちょっとこの穴に落ちそうになったりとか、結構ね、風呂上がりが一番危なかったです。うん。一番油断できないのが風呂場の脱衣所だったんで、まあ、ここの穴を塞げたっていうのは、まあ、正直でかいっすね、ほんと。で、まあ、多分、開けたくないけれども、どうせ開けなくちゃいけないんですよ。なんで、まあ、盛り出するのにもう一回、ここ開けて、送信道を水道管で出そうかなっていう感じです。はい、今日はここまでだ。疲れた。ああ、行きましょうか。ちょっと片付けて、穴ぼこがなくなっただけ、素晴らしいと思います。では、また明日だね。今では。はい、まあ、今回の動画はですね、前回の動画の続きです。まあ、1日の作業を2分割したみたいな感じですね。いやー、でもね、
初心者 DIY とかね、リフォームでここまで時間と金かかるっていうのはちょっとダメで、さすがに最初良さげな物件ではあったんだが、まあいろいろ出てくるということなんで、まあこんな感じです。初心者気をつけてください。バイバイ。